ハリケーンアイクは2008年9月にアフリカ西海岸で発生した大型ハリケーンである。2008年の大西洋のハリケーンシーズンにおいて9番目のトロピカルストームでハリケーンとしては5番目、大型ハリケーンとしては3番目。2008年9月2日、アフリカ西海岸でトロピカルデプレッションが発生した。その日のうちにトロピカルストームとなった。 9月4日にハリケーンとなった後、急速に発達し、カテゴリー4となった。その後、一旦カテゴリー2まで弱まったが、再度カテゴリー4となった。9月7日にカテゴリー4の強さで、キューバ東部に上陸した。その後、9月8日にキューバ西部に再上陸した。当初は、フロリダ州へ上陸する予想だった。しかし、予想より南西方向へ進み、 フロリダ州へは向かわずに、キューバを直撃する結果となった。2回のキューバ上陸により、カテゴリー1まで勢力を落としたが、メキシコ湾に出てから再発達を開始した。2005年のハリケーンカトリーナなどのような猛発達は、なく、強風域の拡大の方が顕著だった。しかし、勢力の方も徐々に増し、カテゴリー3に近いカテゴリー2となった。9月13日に、 カテゴリー2の強さでテキサス州のガルベストンに上陸した。上陸時の勢力は950ヘクトパスカル95キロトンだった。カテゴリー2であったにもかかわらず他のハリケーンと比べて強風域が広かったためアイクは広い範囲に影響を及ぼした。テキサス州へ接近するハリケーンアイク9月14日にはアメリカ中西部へと進みインディアナ州。 オハイオ州に強風をもたらした。 ハリケーンアイクの進路 http コロンスラッシュスラッシュ www.crono.com スラッシュ disp スラッシュストーリー .mpl スラッシュ h otstoris スラッシュ6056725 html ハット http コロンスラッシュスラッシュ www.crono.com スラッシュ disp スラッシュストーリー .mpl スラッシュエディトリアル ブッシュ 6306239.html ブッシュ大統領の視察など、画像 http://www.cenergy.com t n スラッシュ staticfiles スラッシュワイクスラッシュワイク html http://www.tok2.com コロンスシスララッッシシュュ2 5スラッシュホームスラッシュ shimada スラッシュ clearlake スラッシュプロジェクトスラッシュアイクスラッシュ,ッシュ,ッシュ,ッシュアイクドット htmhat シチズンカミクリアレイク版2009年1月22日テキサンズ本拠にハリケーン被害レイブンズ戦は延期 NFL Japan 2013年3月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2011年2月28日閲覧 https:/www.firstenergycorp.com スラッシュコーポレートスラッシュ firstenergyinza ニュースインデックス htmlhatcuba ハリケーンズワシントン、S ヒポクリシーズネット2008年10月22日、エンスコ74リグ &SKS シティラ2009年12月26日、閲覧。ありがとうございます。